十一月三日に発売されます。ロングフォーマルハーティー。はい、今回のね、あの秋ツアーが。タイトルがフォーマルハートということで。皆さんどんな意味があるか知っていますか。知らないんですか。えっ <laughs> はい、今回のツアーの、ツアーには、ええー、椿は。あはい。 椿ファクトリーの笠井優美です。はい、今回ご紹介するのはですね。じゃじゃん。椿ファクトリーのあ11月3日から発売されます、えー、ロングフォーマルハウティー。<laughs> <laughs> 椿ファクトリーの笠井優美です。今回ご紹介するのはじゃじゃん。11月3日発売のロングフォーマルハウティーです。はい、今回の秋ツアーのタイトルがロング。 ロングっ,て言っちゃったの <laughs> やばい <laughs> え今回の、あのー、ツアーでは椿ファクトリー12人がそれぞれのフォーマルハートを探すというテーマで、あのー、この T シャツもそろそろ11月3日発売ということでねそろそろまあツアーも最終終版。 で今回のツアーでは椿ファクトリー12人がそれぞれのフォーマルハートを探すということで頑張っていますはいその11月3日はねあのそろそろその <laughs> 待ってよかったのにまあデザインもすごい可愛いしなしか普段使いもできるんじゃないかなって思います はい、お求めは11月3日からコンサート会場 E ラインナップモールで販売されます。<laughs> 待ってくださいよ <laughs> あ。バイバーイ。シュッ、シュッ、シュッ、ドローン。